さあ皆さん始まりました。9月の21日、今が16時、いつも通りマーケットの分析やるんだけども、今日日経平均やっぱしね、下がってきたね。400円相当、452円急落です。はい。特に半導体グロース株の下げがきつかったというところで、マザーズに関しては 3% 近く下がってるんですよね。で、ただ今回ここあたりで下がってくることに関しては想定内なので、特段僕に関しては慌ててないような状況です。はい。僕の動画見てる人もね、そういった状況だと思うんですけど、若干含み益減ったぐらいかな、0コマ数パーセントちょっと下がったぐらいで、僕も今日着地している。まあ、デートでもやってるんですけど、なので、とりあえずマーケットの動き分析していこう。ちょっとね、荒れてるので、はい。状況のアップデートやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めてました。で、最終本店まで行ってて、ボーナス狙ってね、社長賞毎年取ったりとか、実務経験はしっかりと積んできてます。そこあたりをひっくるめて、これからの話よかったら皆さん参考にしてみてください。よかったらチャンネル登録と、高評価ボタンよろしくお願いします。あとメンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もやってるので、今以上に力を身につけたいって方がいたら検討してみてください。というくだりの中で、さあやっていこうか、日経平均452円安。まあ想定されていた規模ですね。やっぱしね、PR16 倍の理論値、これ超えること、一瞬超えたんだけど、すぐに下がってきたね。昨日時点で、理論値が 33,107円、ここに抵抗ラインがあったんですよ。で、 FOMC の中身見てみるとね、おおむね今年年内に関しては想定内通りだったんですよ。まあ、11月おそらく利上げもう一回するかなっていう状況なんだけど、ただ2024年と2025年の金利の目標がね 0.5% 引き上げられちゃったんですよね。市場では 0% から 0.25% の引き上げぐらいにとどまるんじゃないかっていうふうに思われていたところからその倍やってきたんですよ。そこがネガティブサプライズになってアメリカの金利動いてグロース株が激沈みたいな感じです。はい。で、想定していた軌道をちょっとね、1週間ぐらい早めになぞってきたって感じかな。一旦上がって月末に向かって上がって下がって上がって年末安。この軌道。これは今のところ想定変わってないです。毎回言ってるけどね。6月、7月、すった金なので、高値から半年期日、12月、信用取引で買った人たちは、半年後には必ず売らなければいけません。で、個別銘柄を見て、主力の動き見ると、6月、7月にすった金取って、需給悪化して下がってる銘柄結構あるじゃないですか。そういった銘柄って、一旦戻ったとしても、また年末に売られてくると思うんですよ。そこがバーゲンセールでチャンスであるってところは、前から言ってる通りですね。バリエーション次第なんだけど、妥当な金額よりも下がっていたところからさらに投げ売られてバーゲンセール、20% オフじゃなくて 30% オフとか 40% オフとかあるかもしれないんでね。だからそういった銘柄に関しては、まあ、拾っていきたいなっていうのが今のところの考え。これ変わってない。年末年始の、要は戦略ですね。はい。で、年末ってやっぱし損益通算最終日、まあ、税制上の売りが出やすいので、さらにね、投げ売りが、もしかすると、銘柄によっては加速してくる可能性があるかなっていう状況ではある。うん。で、高配当株も今日ちょっと下がっちゃってるんだけど、一目の上限ラインですよね。この緑のラインまで一旦下がってきてる中で、ストキャ、RSI、MACD、デッドクロス、形成間近、下げ止まった兆候は今んとこないよね。で、もし下がってくるとするならば、まあ、ここあたりのライン、ちょっと意識しておかなければいけないっていうとこなんだけど、はい。別にそのね、ストキャスティックスが落ちきってるわけってわけでもないし、全然なんかその、まだ下がってくる余地あるかもしれないね。特に今日は引きにかけて売り圧力は強かった。強かった。で、最終ね、14時30分過ぎたぐらいに一旦ドーンと落ちて470円ぐらいまでバッて下がって、そこから400円まで、まあ、70円戻し入ったんですけど、日中。ショートカバーがね、今日ね、入ると思ってね、その最後のタイミング僕、トレードしてたんですよね。うん、うまく取れました。で、それに関しては、X の方に、場中にポストしてるんで、いや、その、引きにかけてね、空売りのショートカバーかな、買い戻しが入ってくる銘柄をチェックしてたんですよ。個人的に。で、下げたところでバッて入れたんで、そこからね、10分ぐらいの間隔で、こう、リグったって感じかな。だから、そこからさらに下げたからね、売り圧力は今日強かったなって感じがします。はい、そんな感じです。で、ここの軌道をたどってくるとするならば、配当落ち後の下落もね、やっぱし相当入ってくるんで、
PR15.5 倍かな、次もし下がってくるとすると。32,072円。ここが一つの節目になると思う。で、PR15 倍の理論値が31,037円という形になってます。今日の時点でね。じゃあ、そこあたりのデータも見ていこうと思うんだけども、はい、これですね。日経平均の一株当たり利益。今日のデータまだ出てないんですよ。だから昨日時点なんだけど、9月20日。2069.16円。利益どん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 減ってるでっていうところで、要はその日本企業の稼ぐ力が減退してるってところですね。はい。一株当たり利益はどん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 下がってる。これかけることの2069円かけることの PR の水準。それをしてもらうと理論値が出てきます。PR16 倍をかけると33,107円。さっき言ったラインですね。で、PR15.5 倍をかけると32,072。15倍が31,037。で、なんとかショックってなるなら22,761円というのが見えてくる。こういった形です。日経平均って過去の水準見ると PR11 倍から16倍のレンジ内を行ったり来たりしてるんですよ。なんとかショック、まあ、チャイナショックであったりコロナショックであったりとか、まあ、いろいろあったけどね。だいたい PR11 倍近く、まあ、割ってくるってなってくると絶好の買い場。逆に PR16 倍にタッチすると加熱しすぎだよね、マーケット。っていうところでやっぱ調子、調整しやすい。で、PR16 倍を若干今回抜けたんですけど、もうかなりクエスチョンだったんですね、僕の中では。だから、もう、PR16 倍抜けるその前の段階から、トレードは一旦ストップして、含み益が残ってる銘柄、十分ある銘柄だけを持ち越して、他のグロース株とかバッて売ってたんですよ。これもちゃんとね、事前にみんなに配信してるんだけど、剥離のもの全部投げてて正解だったねって感じですね。今日グロース株よくだったもんね。僕が買ってた銘柄なんて、あの時剥離で売ってなかったら、今含み損 10% っすよ。まあ、あのタイミングはね、非常に良かったなっていうふうに思ってる。まあ、とりあえず、この理論値のところを見ておいてほしいのと、次の決算なんだよね。もし、さらに、この理論値、さっきの EPS ですね、一株当たり利益が下がってくるなら、この理論値がどん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 下がってくるので、そこがね、ちょっと気になるところだよね。で、日本株の過熱感に関しては若干修正が入ってます。騰落レシオ、9月21日、今日時点。この騰落レシオって何なのかっていうと、日中値上がった銘柄と値下がった銘柄の比率から求められる指標であって、120を超えると過熱気味、8を下回ると売られすぎなんですよ。で、今日時点で、25日以外のものに関しては120下回ってるんで、過熱感は抜けてます。ただ、重要な25日分がまだ125近いんですよ。ということは、まだね、やっぱし過熱感はあるよねっていう状況になっている。で、昨日ね、みんなにマーケットの解説出した時に話したんだけど、やっぱしショートカバー短命だったね。外資が買ってない時点で、やっぱし弱かった。すぐに下がってきたね。で、これだよね。投資主体別売買動向現金部分。これ繰り返し言うんですけど、重要なんでね。8月の18日の週から、9月の8日の週まで海外投資家そんな買ってない。どっちかというと大きく売り越し中だったんですよ。で、個人投資家ここで買ってるんだけど、これ、信用の買いです。現物売り越したんですよ。信用で2000億円以上買ってるんで、合計差し引き個人は1933億買ってるね。投資信託、信託銀行、GPIF は、まあ売ってるよねっていう状況。の中で証券事故だけは爆買いでしょ？はい。要はその今買ってる主体っていうのは、個人の短期の9月の8日の週はね、個人の短期の信用買いに証券事故が張ってきてるんですよ。それに合わせるような形で海外と投資信託と信託銀行は売ってたよねっていう状況。はい。ただこれだけだったら、やっぱしまだね、上昇ドライバーとしては、まあいまいち。で、ここで、かけることのだよね。空売りの買い戻し。それがバチンって効いたんで、日経平均が高値また取ってきたと。いう感じですよね。9月の8日の週時点で、信用の売り残が9242億だったんですよ。これ、日常合計マーケット全体の、受給、空売りから、買い、信用買いの残を表すんだけど、多いんですよね、9000億。で、信用の買い残も 3.6 兆あって、売りよりも買いの方が 3.9 倍多いと。で、信用評価損切率は多分もう2桁、マイナス2桁パーセントになってるから、悪化してると思うんですよね。下がっちゃってるから。受給悪かったんだよね。これ狙いに来てるんですよ。投資、証券事故は。はい。もう、分かってることなんで。はい。1月の27日の週にも、証券事故はババって買ってました。3月末ぐらいまでね。はい。ここ見たらね。で、この時は、海外勢買ってなかったんですよ。
で、個人の信用買いとかバチンって入ってて、あとはね、投資信託、信託銀行も買ってるけど、基本的には証券事故が大きく買い越し、それに、要はその個人の信用が乗ってるっていう状況。で、もう一箇所。4月。はい。ここですね。21。ここも証券事故バババって買ってるでしょ。で、この時は個人は売り越しで、あ、その他の主体は売り越しで、海外勢がバーンって買ってたんですよね。ここに大きな違いがある。で、2市場合計の信用倍率をもう一回見るんだけど、1月の、はい、ここの週ですね、27日の週から信用利算バーンって増えてるんですよ。6000億円台から8000億、9000億、1兆円ですよ、売り算。これ、天井金平です。1兆円っていうデータは異常値なんで、そうそう、こんなに積まれてる数値は出てこない。空売りの買い戻しを狙って証券事故買ってるんですよね。この週に。で、もう一箇所。4月。後半21から6月末。ここも空売り算が6000億、7000億ぐらいから8000億、9000億、1兆円という形で増えてるんですよね。ここを狙って証券事故が買っている。ただ、1月の段階と4月の段階では海外勢が買ってるか買ってないかで大きな違いが出てるわけじゃないですか。ここでもう一回日経平均見てほしいんだけども、はい。じゃあ1月と、4月以降の値動きでどんな差が出てたのか。はい。ここですよね。1月から、まあ、ここ、だいたいその2万6000から2万8000ぐらいまで、まあ、2000ぐらいプッシュアップしてるんだけど、ここでね、年末と3月で。ここって海外勢買ってなかったんですよ。要は個人の買い、信用買い、証券事故の買い、かけることの空売りの買い戻しで2000円プッシュアップしたんですよね。でショートカバーって終わったら短命なんですぐにまた売られてしまう。はい。そこから28,700円ぐらいから2万7000円まで。まあ、1,600円、700円ぐらい落ちましたと。で、4月の段階。4月は逆にバババって上がって、まあ、2万7000円から3万4000円まで。もうものすごい上がったわけじゃないですか。ここは、個人の買い、信用買い、証券事故の買い、個人の信用買いですね。現金部分は売られてるんだけど、個人の短期的な信用買い、信用の買い戻し、証券事故の買い、海外投資家の買いが入ってるんですよ。海外投資家の買いが入ってない、入ってるで、値動きに大きな差がある。ということを考えると、海外勢は買ってないっていうことで、やっぱし上昇圧力は弱いっていうことじゃないですか。だからまあ、PR16 倍のラインで弾き返されてしまったのかな。まあ、短命で終わってしまったのかなって感じですね。一旦ね、目先はね。まあ、とりあえずそんな感じですね。じゃあ、今日の日経平均の上下に寄与した銘柄はどこだったのかっていうところも確認していくんだけども、上昇強度1位、ダイキンですね。0.32% 上昇で日経平均を2円相当押し上げてると。まあ、もう本当にわずかですよ。味の素、ブリヂストン、クラレに日立研究、まあ、ここあたり上がってる。で、逆に下落に寄与した銘柄、ソフトバンクグループ、ファーストリテイリング、アドバンテスト、東京エレク、ファナック、半導体、テック関連、グロース、まあ、全面的に弱いと。いうところですよね。個別銘柄の動き見ましょうか。主力銘柄。さっき言ったファナックとかもね、下がってるし。はい。また下掘りそうな感じ。まあ、バンドオークになるかどうかっすね。下落方向にね。で、アドバンテストも、まあ、想定通り下げと。まあ、おそらくここぐらいまで下げるのかなと。一旦判定するなら、まあ、ここあたり。うん。分割なんですけどね。この S っていうサインが。4分割するんだけど、分割に向かって下がった場合、そこを転換点として一旦上がりやすい。ここに向かって上がったんやったら、そこで天井って下がりやすいっていう傾向があるんで、一つ、自立反発が入るとするなら、一旦ここ。うん。で、東京エレクトロも 1.09% 下がっていて、RSI の、まあ、下値抵抗ライン意識してるところを割ってきてる感じかな。まあ、とりあえず、ここ引いとくけど、ここのライン割ったら下にスルスルスルっていくと思う。で、ソフトバンクグループも、アームが昨晩も下がったんで、3.17% 下落で、バンド幅が下向き方向に拡大中。なんか200日行きそうな感じしてきたね、これもね。弱いんですよね、全体的にね。で、村田もね、行ってこいで、下がっちゃって、大陰線引いちゃってるし、2デックも下でしょ。で、キーエンスも下引き伸ばしてるけど、下がってる。リクルートであったりとか。全体的にちょっとグロース株が弱い。やっぱし。で、中小型株はもっときついからね。中小型株は。で、海運株とかはもう高値圏内で揉み込んでる状況の中で、銀行株は今日強かったよね。銀行株は。まあ、アメリカの方でも金利動いたんで、
コアあたり見てもね、上がってるの分かると思うんですけど、三菱 UFJ とか。でもこれバンドーク日柄調整だからね、パラボリック MACD が下落トレンドを形成すると、ボリバの調整25日までの軌道修正が起こりやすい。で、前から言ってる通り、ここから高配当銘柄を残りの日数で追っていくのは禁物ですね。僕はやってないので、高値買い、もう権利落ち近いのに、やる必要はないと思ってます。買うとするなら、権利落ち後。おそらく、一旦、いつも通りなら下がってくるじゃないですか。その後の下落で、ボトム打ったタイミングを、狙ってやっていくっていう感じかな。今から買うのは遅いよ。残り1週間ぐらい、あと10日ぐらいで、ね、権利落ちになりますけど、1週間ぐらいで。はい。もうギリギリになって、高配当株っていう風に、慌てふためくっていうのはちょっとその違うのかなって感じがしますね。僕たちはね、僕のチャンネルではね、先月からもう高配当株っていう風に言って準備して、今その値上がりっていうところを十分に享受できてるから、含み益、利益取れてる人多いんだけども、それをね、ギリギリになって高いところでまだ上がるぞと思ってやる。まあ、これももしかして上がるかもしんないけど、どっちかというと下がってくる期待値の方が高いと思うんだよね。はい、そこはね、ちょっと禁物かなって感じですよね。はい。そんな感じです。で、ドル円も見るんだけど、148銭の20銭台。ここまで上がってきてる。もうこれ150円いく動きだよね。で、さっきも言った通り関連してるニュースが、まあ、ここあたりなんですけど、FOMC ショックなんかな？これは一旦。下がったもんね。はい。FRB が高金利長期化を警告みたいな感じで、出てきてるんですよね。で、ここあたり見ていくんだけど、FOMC 後に記者会見したパウエル FRB 議長は、インフレ率が目標値に達するまでの道のりは長いとの見方を示したと。はい。で、FRB はアメリカ経済の底堅さを認識しており、24年度中の利下げ幅を縮小し、高金利の長期化を示唆したと。要は、今の高金利の、まあ、高い金利、利回り水準を、より長く維持しなければいけないかもしれないっていう認識を示してきたんですよね。で、ちょっと資料が手元にあるので、口頭で言うんですけど、今年のやつはもう 5.6% で変更はないですよ。ただ、2024年、2025年を変更していて、当初目的、も、予想されていた FF 金利、4.6% から 0.5% 引き上げ、5.1%。で、2025年も 3.4% 予想を設定していたところから予想引き上げて 3.9% に上げちゃったんですよね。で、これが市場の予想と反して、もう 0.5% ってところで、やられちゃったって感じです。当初、さっきも冒頭部分に言った通り、0% から 0.25% 上げ、まあ引き上げて 0.25% ぐらい上げるかなと思ったら、0.25% の場合の 0.5% 引き上げて、2025年までも、ね、金利目標を引き上げちゃってるんですね、FF 金利の。だからそこをひっくるめて、やっぱし、マーケットは過剰に反応して、グロース株が全体的に下がってしまったっていう状況。で、これで、要はその、アメリカの金利がどうなったのかってことなんですよ。はい。アメリカの金利、FF 金利じゃなくて、2年債利回り上昇ですね。5.163% アメリカのね。で、5年債、10年債利回りも上がって、20年債利回り、すべての債券利回り上がりました。で、日本とアメリカの金利差も上昇。これ日米金利差ですね。アメリカの10年債利回り引くことの日本の10年債利回りなんだけど、これも上がってる。で、これは、ドル円と連動するんですよ。うん。日本の金利上がってないのに、アメリカの金利上がっちゃったんで、ドル買い。まあ、普通な考え方ですよね。で、ドル円のチャート、これオレンジがドル円のチャートなんですけど、もうほぼほぼ一致する動きしてるでしょ。大体。連動するんですよ、この日米金利差と。で、直近、これ日米金利差下がったんだけど、円高に触れてないんですよね。下落に対する感応度が、すこぶる鈍いんですよ、ドル円が。逆に、この日米金利差が上がった時のリアクションはすんなり入ってるってところで、感応度が、普通にある。下げに対する感応度鈍いんですよ。もうこれね、為替介入とかそんなのしないと、ちょっと難しいと思うね。それかアメリカの金利が下がったりとか、日本の金利が上がったりとか、そういった状況にならないと、もう今の状況を打開するというのはなかなか難しい状況かな。なので、ドル円が148円まで上がっちゃったよねっていうところだよね。はい。で、これを受けて、ドル建ての日経平均はどうなったの？一層下落なんですよ。これね、海外投資家ね、売ってんじゃないの？これ日本とアメリカ、日経平均はあることのドル円なんだけど、ドル円の為替の変動リスクを考慮した日経平均、海外投資家見てる日経平均はこれなんですよ。で、海外投資家が売りのスイッチをポチッと押したのが日本株ね。ここのピンクのライン割った段階なんですよね。
で、ここから、一旦買ったとこもあるんだけど、だいたい割った段階で売り越しです。日本株を。で、今回も瞬間抜けたんだけど、このラインでピンクのラインで弾き返されて下がってるので、海外投資家にとっては、ちょっとネガティブだよね。買ってねえんじゃないの？もしかすると。まあ、データ見ないとわかんないんだけど、ここが売りのスイッチのね、境界線だったっていうところを考えると、ここを抜け切れてなかったっていうところで、まあ、買ってない可能性はありますよね。直近売り越しだったからね。買ってても小幅に買い越しとか、そんな感じかもしれへん。まあ、とりあえずそこあたりは、次のデータ出てくるまで待つしかないですよね。投資主体別売買動向ね。で、次に見ていくのがトピックス。0.94% 下落。ここもね、やっぱり下がってきたよね。うん、パラボリック下落トレンド形成、マックディ、なんで、ボリバンの地上線25日までのちょっと修正波が入るかもしれないですね、ここからね。落ち切った感覚はまだしてないかな。で、一番ひどかったのがマザーズ。2.67% 下落、やっぱしね、グロス出てよかった。もう上がってる段階で売ってたんで、はい、売ってなかったらもう大やけどですよ。丸焦げっすよ。2.67% 急落ですね。まあ仕方がないですよね。アメリカがそんな形になっちゃったんだったら。で、日本の金利もやっぱし上がってるんですよね。0.739%。だから今日、日本の銀行株は上がっている。だけども、日本の金利もアメリカの金利に連れ高して上がっちゃったんで、グロース株は大幅に下がってしまったっていう状況かな。これもうなんか 1% 試すような形で上がってきましたよね。これもね。少しずつ。うん、マザーズは弱いね。で、NT 倍率。これ日経平均あることのトピックスなんだけど、上昇すると日経平均より、下落するとトピックス優位というふうに判断するチャートなんですよ。で、これが上がったところから下がってるので、時価総額の大きいバリュー株ですね。高配当銘柄がまだね、なんとか底堅いっていう動きは出てる。だけど、これも月末までだと思う、一旦は。権利落ち通過したら、その流れも一服して一旦上がんじゃねえのって思ったりしてるんで、これがずっと下がり続けてることは多分ないかなと思う。4% でしょ？ 3、4% ぐらい今下がってるでしょ？まあ、200日を挟んだその振幅の考え方で言うなら、もうそろそろ、もうちょっと下がったとしてももうそろそろだよねって感じがするよね。まあ、とりあえず月末まではトピックス優位かな。日経平均寄与度高い銘柄ちょっと弱いからね。はい。グロース株とかも下がっちゃってるし、テック系も。で、まあ、ここあたり見て、その後見ていくのがアメリカ株なんだけども、昨晩の FOMC 通過後、まあ、パウエルさんの発言後の動きを見ると、ニューヨークダウは76ドル下落、パラボリック下落トレンド形成。で、S&P500 も 0.94% 下げですね。まあ、ここあたりデッドクロス見えてるんだけど、ストキャ、RSI、MACD、下向き。まだ何とも言えない、これだけじゃん。止まったとは。うん。5日と、70、これ水色が75日ラインで、この水色が5日移動平均線なんですけど、ここはデッドクロス組むとちょっと下向き方向に力入りやすいかもしれないね。なんでかっていうと、ここで止まってるから。75日ラインでボトム打ってから上がってるじゃないですか、こことかね。意識されて。ということは、この75日移動平均線の意味合いっていうのは結構強い可能性が高いんですよ。で、そのラインと他のラインがデッドクロスを組むと、ちょっと下落圧力が強みに入ってくる可能性があるので、そこ警戒。特にビックス指数。はい。マックディゴールデンクロスを終わりにベースで組んだんで、はい。米国株は下がりやすいです。今。これね、市場の不安心理を表す恐怖指数、ビクス数と言われていて、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど上がる。イコール株急落しやすいんですよ。逆もしかり、これが下がると、株式マーケットはそこから自立反発して上がりやすいっていう傾向にあるんだけども、起点となるのがこのマックディゴールデンクロスを組むと、そこから株って下がりやすいんですよ。一旦目線は下向きだよね。で、アメリカ株が、じゃあ逆にどのタイミングで上がっていくかっていうと、デッドクロスですね。ビックスとマックディ、青のラインかオレンジラインを上から下にね、こう突っ込んでクロスしたタイミング、ここで株式マーケットは、アメリカ株は一旦自立反発上がりやすくなってくると思う。これね、25日なんですよ。8月25日。見せてほしいんだけど、ニューヨークダウね。はい。8月25日をボトムとして上がってるんですよね。で、この傾向は他のところでも出てます。この数年間、僕が YouTube 始めてからも、この VIX のトレンドの転換点重要だよって話して、ずーっと話し続けてきたんですけど、だいたい急落急騰はこの VIX の MACD のゴールデンクロス、デッドクロス形成の転換点で起こりやすいと。
という傾向が出ている。詳しくは概要欄、下の方の説明欄のところに爆撃戦略3というタイトルの動画があるので、それを見ておいてほしいんだけど、それ見たらわかりますよ、重要度が。コロナショックの時もそう。急落。このマック D のゴールデンクロス見とったらわかるし、上昇パターンもここのクロス見てたらわかります。デッドクロスを。全部急落急騰は VIX のマック D のゴールデンクロス、デッドクロスから来てるって言ってもおかしくはない。はい。で、あとそのナスダックね。1.53% 下落。引き安値ベースで下がってるんで、ここも弱いと。ソックス指数。1.74% 下落。半導体株も下掘ってきたね。ちょっとバンド幅下向き方向引き安値だもんね。200日ラインまで行くのかな、これも。下がってほしくないな。直近ここの安値ラインね、死守できなかったら下ですよね。バンド横発展して。うん。アメリカのグロース株とバリュー株の強弱。バリューです。下向きです。もうこれは直近の動き通りですね。はい。これ S&P500 のグロース株指数あることのバリュー株指数なんだけど、上がるとグロース株優位で下落するとバリュー株優位です。今、グロース株よりもバリュー株の方がアウトパフォーム、まあ優位性は高いっていうところだよね。グロース株が売られ、さらに売られやすいっていう状況にはなってる。セクター別騰落率。上がってるセクターは3セクター。はい。生活必需品、不動産セクター、ユーティリティ、ヘルスケア、この4セクターだけ上がっていて、一番下がっているのがコミュニケーションサービスセクター。これメタとかアルファベットが入っているセクターですね。で、情報通信、インフォメーションテクノロジーも 1.77% 強烈に下がっている。で、生活、一般消費財であったりとか、マテリアルセクター、素材セクターも下がって、エネルギーセクターも下がっちゃってるね。なぜなぜ。はい。原油見ましょう。金属類。$88.43まで下がってるからですね。これバンドーク終了後の動きなので、パラボリックマックディア下落トレンドを形成すると、一旦ボリバーの中央線25日前の軌道修正が入りやすいから、$86から $85、まあ$86ぐらいまでの修正幅が入りやすいから、ということは目先エネルギーセクターは下の方にちょっと落ちやすい試合になっていると思う。なってると思う。で、他のところ個別銘柄の動きもちょっと追っていくんだけど、昨晩上下した銘柄どこなの？アルコア 3.67% 上げ、アムジェン、ユナイテッドヘルス、IBM かな？ここも上がってて、AT&T であったりとか、オクターは、ま、ジリ散髪、トラベラーズ上げ、ウォールトディズニーも若干戻して、ベライゾン上がって、ジョンソン&ジョンソン、ほら見たらわかるでしょ？バリュー株。ウォールマートも上がってるね、昨晩ね。で、逆に下がってるの。リフト、インテル、急落ね。急落は3日までです。アルファベットも急落。NVIDIA も 2.94% 下げて、まあこれダイバージェンスですね。はい。ちょっと下向きに下落圧力入ってる。で、マイクロソフト。まあ詳しくは直近の動画見ててほしいんだけど、マイクロソフトも下げでしょ？アップルとかも下げてるね、2%。アメリカの銀行株はちなみに下落。まあ投資部門があるからね。で、テスラが 1.47% 下落。まあそこあたりは、投資部門あるから、ちょっと日本の銀行とはちょっと違う考え方だよ。で、デルタエアラインは若干ね、反転して下がってるんですよ。これね、原油価格が上昇したことによって、デルタエアラインであったりとか、ボーイングっていうのは下がってたから、止まってほしいんだけど、まあ、それ以上にね、金利が上がっちゃったんでね、マーケットはネガティブに反応してますよね。一旦それを織り込みに行く動きかな。0.25 までの、予想変動率しか予想されてなかったんで、0.5% 分、さらに 0.25% の引き上げじゃないですか。2024、5年がね、FF 金利の誘導目標。だからそれを織り込む動きが今ちょっと入ってるような感じです、全体的に。で、他の市場、チャイナマーケット、中国も弱いんだよ。上海、深圳、香港、ハンセンともに下落。直近安値試しに来てるね、香港、ハンセンはね。欧州、ユーロストック50。これなんだよね。200日ラインまたトライ。200日と5日移動25日がデッドクロス組むとまずいんで、欧州株が大きく下がってくる可能性をちょっと警戒今んとこしとかないといけない。ここあたりの動きと一緒ですね。告示。200日ラインにいろんなラインが接近してきて、ここあたりでもみもみしている展開だったんだけど、はい。デッドクロス組んで下にドドドって下がってるんですよ。同じパターンになったら、ちょっとね、嫌だなと思って見てます。マーケットは。うん。で、ビットコインは逆に上げね。デジタルゴールド、402万ぐらい。ドル建てが、2万7千ドルかな。で、リート、アメリカのリートは上昇して、日本のリートは今日 0.34% 下落って感じですよね。
なので、現状のマーケットの動き見たんですけど、とりあえずリスク回避、管理優先。はい。高値追いは禁物。なんでかっていうと、ビックスとマックディはゴールデンクロス組んでるからですね。ちょっとその、サプライズが昨晩飛んできたんで、FOMC でね。はい。なので、それが一服織り込まれるまでは、ちょっとまだ様子見た方がいいと思う。で、上げてくるタイミングは、このビックスとマックディデッドクロス形成ですよ。このタイミングで僕入ってるんで。日本株買ってるんで。だから今、含み益、十分安さだけ残して、持ち越したりしてるんだけど、短期の分はね、長期の分はもうそのままほったらかし。ここも、ほら、25日だよ。ここボトムとして上がってるでしょ。ここあたり見てから僕買い向かってるんで、それがうまくはまってるんですよね。で、まあ実利取りながらしっかりとやってるので、僕はリスク管理を一応しっかりできてる状況ではある、今のところね。で、それみんなにもやっぱし言ってたから、高値を言わしなくてよかったよね、とりあえずね。グロス持っててよかったと思う。あとはそのどこでボトム打ってくるかどうか、タイミング合わせてまた稼ぎに行きましょう。はい。とりあえず、言った通りですね、さっき言った通り。なので、また動きあったらすぐに YouTube であったり、Twitter で情報配信していくので、最後によかったら皆さん僕のチャンネル登録とあと Twitter のフォローしておいてもらえると嬉しいです。あと、今晩、はい。10時からライブ配信、いつも通りするので、みんな10時ね。ライブ集合でお願いします。もう荒れてるからね、マーケット。今晩の動きみんな見ていきましょう。というわけで皆さんお疲れ様でした。撤収。